世界貿易センター地図世界貿易センタービルは東京都港区浜松町2丁目にある大規模な多機能ビル。会議室、展示場、結婚式場、展望台、物販、飲食店街などを備える。浜松町駅に隣接する40階建て、高さ152メートルの超高層ビルである。世界貿易振興を目的とし、日本、 東京商工会議所を母体として設立された株式会社世界貿易センタービルディングによって建設された。設計は日建設計、武藤構造力学研究所で、志向は鹿島建設が行った。1970年3月竣工日本初の超高層ビルである霞が関ビルを5メートル上回る高さで、1971年6月、 西新宿に京王プラザホテルが竣工するまでの間、日本一の高さであった。特定外区指定。本ビル敷地を含む浜松町2丁目4地区都市計画度着工2024年度、竣工予定に伴い、2021年度に解体着手される予定である。建て替えは浜松町2丁目地区市街地再開発組合が担う。JR 東日本山手線。 京浜東北線浜松町駅、東京モノレール羽田空港線モノレール。浜松町駅とは2階のコンコースで、都営地下鉄大江戸線、浅草線大門駅には、地下1階通路で接続されている。また、隣接する別館には、地方都市とを結ぶ高速バス各社、ハトバスのターミナルがあった。米国ニューヨーク州での建設計画も含む、1943年、 ニューヨーク州知事トマス・イー・デューイがニューヨーク市のロア・マンハッタンに高層ビルの建設を提案。法案は可決されたがミッドマンハッタン開発の方が盛んとなり、1949年に延期が決定。1960年、デイビッド・ロックフェラーがニューヨーク公安公社にビルの建設計画を提案。1961年、ニュージャージー州の新知事が ニューヨーク公安公社にハドソンマンハッタン鉄道を売却することに合意し、地権者移転のため土地収容が開始。1964年、ニューヨーク公安公社は地権者移転先の土地収容を完了。東京では建設計画のため資本金25億円で不動産会社東京ターミナルが設立、また運営組織として社団法人世界貿易センターが設立。 日本商工会議所、東京商工会議所の当時の回答は、あだちただし。1965年、東京の計画は、資本金を50億円に増し。マンハッタンの予定地では、土地買収と建物取り壊しが開始。1966年、マンハッタンの予定地では、建物取り壊しが完了し式校。1968年、マンハッタンのビルが着工。 1967年、東京の計画が都市計画法に基づく特定外区の指定を受けて着工。1970年、マンハッタンと東京のビルが竣工東京では、東京ターミナルの全額出資で株式、会社貿易ビルサービスが設立。マンハッタンで、ワールドトレードセンター連合が創立し、東京の社団法人世界貿易センターも、 創立メンバーとして加盟。1974年、不動産会社、東京ターミナルが、世界貿易センタービルディングと名称変更。世界貿易センター周辺最上階40階の展望台からの有形一般社団、法人世界貿易センターは、ワールドトレードセンター連合の創立メンバーで、世界貿易センタービルでの会員への会議室提供の業務などのほか 国際的な市場調査や国際展示会参加支援などの業務を行っている。ありがとうございます。